こんにちはゆきです。雪ドリル第4回のテーマは目覚まし時計になります。早速作っていきましょう。まずはこちらの画像をビューポート内に表示していきます。天キーの1を押して正面から見た図に切り替えたら Shift プラス A、画像の中の参照を選択して取り込みたい画像をダブルクリックで選択します。オブジェクトデータプロパティから不透明度にチェックを入れて数値を下げていきます。進度を前に変更しておいてください。 では形を作っていきます。シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。RX90 で90度回転して S で大きくしていきましょう。こちらに合わせて画像の位置をもう少し調整してあげます。ではサイズを調整していきましょう。画像を選択してからシフトを押しながらこちらの円柱を選択します。このアイテムの寸法のサイズを見ながら S で縮小していきましょう。 XYZ が0.1メートルぐらいになればいいかなと思います。位置も変えてあげましょう。こちらの円柱 XYZ それぞれ0メートルにしておきます。それに合わせてこの画像も移動していきましょう。では形を変えていきます。まずこちらの円柱選択したら SY で細くしていきます。積みはだいたいこれくらいでいいかなと思います。では続いてタブキーを押して編集モードに移動したら面選択で手前の面を選択します。 I で面を差し込んでいきましょう。だいたいこれくらいのサイズで面を差し込んでいきます。E を押して後ろ側に面を押し込んでいきましょう。こちらの位置もだいたいこれくらいでいいかなと思います。では、こちらの面とこちらの後ろの面を選択した状態で面の中の扇状に分離をクリックします。これで面が分割されたと思います。 では、面取りをしていきたいので、まず、スケールを Ctrl++A、スケールを適用して1対1対1にしたら、モディファイアープロパティからモディファイアーを追加、ベベルを選択、セグメントを2に上げて、量を小さくしていきます。今回は0.002メートルにしてみました。 コントロールプラス2でサブディビジョンサーフェスを追加。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげましょう。では続いて中の針を作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択して、こちらの左下の円柱を追加の頂点を16ぐらいまで減らしておきましょう。S で縮小していきます。これくらい小さくできたらタブキーを押して編集モードに移動しましょう。点キーの3を押して横から見た図に切り替えたら透過表示をオンにします。 GY で手前側に移動していきましょう。続いて、頂点選択に切り替えて、上の頂点をすべて選択。GZ で上に上げていきます。天気の位置を押して正面から見た図に切り替えて、長さを調整してあげましょう。S で縮小していきます。続いて、面選択で上と下の面を選択したら、面の中の扇状に分離で、 こんな感じで面を分割しておきましょう。ここまでできたら、まずスケールを1対1対1にしたいので、Ctrl プラス A、スケールを適用してあげます。モディファイヤーを追加からベベルを選択、セグメントを2に上げたら、Ctrl プラス2、オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげましょう。単身も作っていきたいと思います。Shift プラス D で複製したら、RY で適当に回転してあげましょう。 続いてタブキーを押して編集モードに移動したら上の面だけ選択して G, Z, Z で Z を2回押して縮小していきます。こちらも RY で適当に回転しておきます。続いて点キーの3を押して横から見た図に切り替えたら単身だけ GY で少し前に出しておきましょう。では真ん中のピンを作っていきたいと思います。 シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。蓋のフィルタイプ、三角の扇形に変更しておきましょう。RX90 で90度回転、S で縮小していきます。続いて点キーの3を押して横から見た図に切り替えたら、GY で手前側に持ってきます。もう少しだけ薄くしたいので、SY で薄くして、GY で位置を調整してあげましょう。 大体の位置を決めることができたらスケール揃えたいので Ctrl++A スケールを適用。モディファイヤーを追加からベベルを選択。セグメントを2にしたら量を0.0003に変更します。Ctrl++2 でサブディビジョンサーフェスを追加。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用して滑らかにしておきましょう。では続いてこの文字を作っていきたいと思います。Shift+A からテキストを選択します。 Rx90 で90度回転しておきましょうタブキーを押して編集モードに移動したらまずこのテキストを削除して最初は12を作りたいので xii と入力しますタブキーを押して編集モードからオブジェクトモードに戻ったら s で縮小していきます g で移動していきます こんな感じで位置を調整できたらまずスケールを1対1対1にします Ctrl++A ス,スケールを適用続いて点キーの3を押して横から見た図に切り替えたら GY でもう少し手前側に移動していきましょうでは厚みを出していきたいと思いますこちらのオブジェクトデータプロパティからジオメトリを開いてあげましょう押し出しの数値を上げていきます 今回は0.0003メートルにしてみました。あとは面取りしていきたいので、こちらのベベルの丸め、振度の値を0.0001に変更します。少しだけ角が取れた感じに変わるかなと思います。ではこちら4つとも作っていきましょう。まずはこちらをシフトプラス D で複製して、Z で下に下ろしていきます。Tab キーを押して編集モードに移動したら、6にしたいので IV と押してあげます。 ちょっとだけ GX で右側に移動して真ん中ぐらいまで持ってきてあげましょう。また Shift プラス D で複製したら今度は右側に移動。 タブキーを押して編集モードに移動したら iii I, I と i を3回押して3を作ってあげますまたシフトプラス D で複製してタブキーで編集モード ix で9を作ってあげましょうでは続いてこちらの金色の部分作っていきたいと思いますシフトプラス A からメッシュの中の UV 球を選択します セグメントを16まで下げたら、リングも12ぐらいまで下げておきましょう。タブキーを押して編集モードに移動したら、頂点選択に切り替えて、透過表示の状態で下半分すべて選択します。右クリック、頂点を削除で削除してしまいましょう。続いて一番上の頂点を選択したら、プロポーショナル編集をオンにして、GZ で凹ませていきます。 こんな感じで凹んだら OK です。S で縮小していきましょう。S で縮小して G で移動 R で回転しながら位置を調整してあげます。もうちょっと高さが欲しかったので S、Z、Z でローカル Z 軸上にサイズを大きくしてあげます。 ここまでできたらスケール揃えたいので Ctrl p l u A、スケール。続いてソリッド化で厚みを出していきましょう。モディファイヤーを追加からソリッド化を選択。幅を0.001メートルに変更しました。Ctrl p l u 2でサブディビジョンサーフェイスを追加。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用します。同じものが右にも欲しいので、モディファイヤーを追加からミラーを選択します。 スポイトのマークをクリックしたらこちらの本体を選択して複製してあげましょう。では続いてこちらの棒を作っていきましょう。Shift プラス A からメッシュの中の円柱を選択して S で縮小していきます。G で左上に持っていったら R で回転していきたいのですがこちらと同じような角度に回転していきたいので Y の値を Ctrl-C でコピーしま,すまたこちらの円柱を選択して y の値を変えてあげましょうこれで同じ角度に SZZ でローカル Z 軸上に伸ばしていきましょうまた GZZ で Z を2回押して移動していきます もうちょっと細くしたいので S、Shift, Z, Z でこんな感じで細くしていきます。ここまでできたらスケール揃えたいので Ctrl ルプラス A、スケールを適用。モディファイヤーを追加からベベルを選択、セグメントを2に上げたら量を小さくしていきます。量を0.0001に変更して Ctrl ルプラス2、オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用します。 あとは、こちら側にも欲しいので、モディファイヤーを追加からミラーを選択。スポイトのマークをクリックしたら、こちらの本体を選択して、こんな感じで左右対称に複製してあげましょう。では、真ん中のハンマーを作っていきたいと思います。こちらの棒をシフトプラス D で複製したら、R で回転して、ミラーはいらないので、×で消しておきましょう。同じような感じの位置に設定しておきます。もうちょっと太くしたいので、 タブキーを押して編集モードに移動したら A で全選択、プロポーショナル編集はオフにしておいて S シフト ZZ で Z を2回押して太くしていきます。シフトプラス D で複製して RY90 で90度回転します。 SZZ で短くして SSHIFTZZ で Z を2回押して太くしていきます GXX で X を2回押して移動していきましょうではこちらの部分に穴を開けていきたいと思います Tab キーを押して編集モードに移動したら今度は面選択に切り替えてこの4つの面を選択します I を押して面を差し込んでいきましょう そうしたら E で下側に面を押し込んでいきます。もうちょっと穴の幅狭くても良かった気がするので Ctrl プラス Z で2回戻って SY で狭くしていきます。また E で下に伸ばしていきましょう。では最後足を作っていきたいのでこちら全体傾けていきたいと思います。すべて選択したら点キーの3を押して横から見たずに切り替えます。 R で回転していきましょう。後ろの部分がこの XY 平面にくっつくぐらいに置いておきましょう。こんな感じで角度をつけることができたら、一回画像を移動していきます。では足作っていきましょう。Shift プラス A からメッシュの中の円柱を選択します。S で縮小していきましょう。まずは左側に置いていきます。形を合わせて、 大体いい足と同じぐらいの太さにできたらタブキーを押して編集モードに移動します頂点選択に切り替えて透過表示をオンにしましょう上の頂点すべて選択したら G で移動していきます R で回転していって S で広げていきましょう こんな感じで中に刺さっちゃってていいかなと思います。続いて天気の3を押して横から見た図に切り替えたら、今度下の頂点をすべて選択、GY で手前側に移動していきましょう。 では、スケール揃えていきたいので、Ctrl+, A、スケールを適用。モディファイヤーを追加からベベルを選択。セグメントを2に上げたら、量を小さくしていきましょう。0.0005にしてみました。Ctrl+, 2でサブディビジョンサーフェスを追加。オブジェクトモードの状態で、右クリック、スムーズシェード。右にも欲しいので、モディファイヤーを追加からミラーを選択。スポイトのマークをクリックしたら、本体を選択します。 これでモデリングが終了しました。では、マテリアルの設定をしていきたいので、まずはライトを作っていきましょう。Shift プラス A からライトの中の3を選択します。まず、ンキーの1を押して正面から見た図に切り替えたら R で回転して、こんな感じで左上の方から当たるようにしてあげましょう。続いてンキーの3を押して横から見た図に切り替えたら R で回転して、手前側からライトを当たるようにしてあげます。 続いてオブジェクトデータプロパティから強さを10まで上げて角度を30度に上げておきましょうではシェーディングタブに移動していきますレンダープレビューに切り替えましょうまずは本体のマテリアルを設定していきたいと思います新規をクリックしましょうちょっとマットな質感にしたいので粗さは0.8に上げておきますまたもう少しザラザラした感じにしたいので Shift プラス A からベクトルの中のバンプを選択入力の中のテクスチャ座標を テクスチャの中のノイズテクスチャを選択します。オブジェクトとベクトル、係数と高さ、ノーマルとノーマルをつないであげましょう。細かさを15まで上げたら、粗さを0.8まで上げます。あとはバンプの強さを下げていきましょう。今回は0.05あたりにしてみました。では色を変えていきます。 ベースカラーで色を変えていきましょう。色をつけることができたら真ん中の文字盤の部分だけ白くしていきたいと思います。タブキーを押して編集モードに移動したら面選択に切り替えて、こんな感じで内側の面だけ選択します。 スロット1というところをクリックしたら、プラス割り当ての順にクリック。続いてマテリアルのアイコンからこのマテリアルを選択して、新規マテリアルで複製してあげます。ちょっと見にくいのでタブキーを押してオブジェクトモードに戻っておきましょう。ベースカラーを白色に変更していきます。では続いて足のマテリアルも設定しましょう。マテリアルのアイコンをクリック。どれか選択したら、新規マテリアルで複製。ベースカラーを変えていきます。 では続いて銀色にしたいマテリアルを選択していきます。これだけオブジェクト選択したらまたどれか選択して新規マテリアルで複製します。マウスカーソルをビューポート内に持ってきた状態でコントロールプラス L、マテリアルをリンクでこんな感じで全て同じマテリアルにしてあげます。ではカラーを変えていきます。まず白っぽくしたら今度メタリックを1まで上げて粗さを0.3ぐらいまで下げておきます。 これで銀色のマテリアルも設定が終わりました。あとはこちら選択したら先ほどの銀のマテリアルを選択。新規マテリアルで複製したらこちらは金色に変えてあげます。これで全てのマテリアルの設定が終わりました。レイアウトの方に戻りましょう。 では、背景も作りたいと思います。Shift p A からメッシュの中の平面を選択します。先ほど足の位置を揃えたので、配置はこのままでいいかなと思います。では、レンダープレビューに切り替えて、こちらの背景のカラーも変えていきましょう。マテリアルプロパティから新規をクリック、ベースカラーを変えていきます。カラーを決めることができたら、撮りたい角度を決めていきましょう。 シフトプラス A、カメラを選択。点キーの0を押してカメラのビューに切り替えたら、ビューの中のカメラをビュー2にチェックを入れて、マウスホイールを後ろ側に回していきましょう。ちょっと歪んでいるので、焦点距離を100ミ、mm、リに変更します。後ろ側にもう少し移動していきましょう。画角を変えたいので、出力プロパティから解像度両方とも1920に変更して、また位置を調整してあげます。 位置が決まったらカメラをビューにからチェックを外してカメラが動かないようにしてあげましょう。ライトの調整をしていきたいと思います。カメラを選択したらオブジェクトデータプロパティからビューポート表示、外枠を1まで上げて暗くしておきます。N キーと T キーを押していらないものを隠したら左上にカーソルを持っていて右側に移動、画面を分割してあげます。では左側でライトを調整していきましょう。まずサンライトを使って でライトの向ききを変えていきますお好みの向きに変えてあげてください続いてこの影を薄くしたいので Shift プラス A からライトの中のエリアを選択 Rx90 で90度回転したら Rz で回転していきます後ろ側からライトが当たるような感じに設定します GZ で少しだけ上に上げて RXX でローカル X 軸で回転していきます。サイズをもうちょっと小さくしておいたらパワーを下げていきましょう。影を見ながら影が薄くなるぐらいにしてあげてください。今回はパワーを 20W ぐらいにしておきました。ではあともう一つライトを設定していきます。Shift プラス A からライトの中のポイントを選択。電気の7を押して上から見たずに切り替えたら G で手前の方に移動して GZ で上にまままた移動ししててていいききすす半径をを小さくしてパワーを下げていきますこのライトがあるとこの金属部分の反射が増えてより可愛く見えるかなと思います。カラーも変えてあげると反射の色も変わってきます。今回はちょっとだけ青っぽい色にしてみようかなと思います。 ライトの配置も終わったので、今度、コンポジットの設定もしていきましょう。コンポジッティングタブを開いて、ノートを使用にチェックを入れます。デノイズをしていきたいので、ビューレイヤープロパティからデノイズデータにチェックを入れて、Shift Plus A、カラーの中のミックスを選択して、レンダーレイヤーとコンポジットの間に入れたら、もう一度 Shift Plus A、フィルターの中のデノイズを選択します。 画像と画像、ノーマルとノーマル、アルベドとアルベドをつないだら、右側も画像と画像をつないであげましょう。ノイズを少しだけ残したいので、係数を0.9まで下げておきます。あとは色の調整のために、シフトプラス A からカラーの中の露出と、またカラーの中の輝度コントラスト、カラーの中の HSV をこんな感じでつないでおきます。 あとはもう一つシフトプラス A から出力の中のビューアーを選択して画像と画像をつないでおきましょう。ではレンダリングしていきたいと思います。レンダープロパティを開いて、今回レンダーエンジンはサイクルスで最大サンプル数は128に設定しています。では F12 を押すか、レンダーの中の画像をレンダリングでレンダリングしてみましょう。 レンダリングが終わりました。一度最小化で隠しておきます。ちょっと画像が大きすぎるので V を3回ぐらい押して、Alt とマウスの中ボタンを押しながら画像を左側に持っていってあげます。まずは露出で明るさを決めていきましょう。0.5ぐらいにまず上げて明るくしていきます。だいたいいい感じの明るさになったなと思ったら今度コントラストを上げていきましょう。今回は8にしてみました。続いてサイドも上げていきます。 ちょっとずつ調整していきましょう。今回は1.04に設定してみました。では先ほど最小化したウィンドウから画像の中の保存で保存してあげましょう。こちらを消してしまった場合はレンダリングタブから保存してあげてください。以上で今回の雪ドリルを終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。 ワンボックスで今回作った目覚まし時計のブレンドファイルを配布しているので自分のパソコンで完成形をじっくり見たいという方は概要欄の URL からページに飛んでみてくださいではまた次回の雪ドリルでお会いしましょう